った理由は何ですか？なんであげれなかったんですか？借金地獄が始まってますせーの、あんにょーん、はるかよー、ちよぎーよー、はい、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。今日は、久々の撮影です。こうやって撮影したのっていつぶりだろう。いつぶりだろうね。動画として撮ったのは多分年明けの動画だから、うん、そうだね。皆さんお待たせしました。インスタとかも更新できなかったので出せちゃったんじゃないかなって思うんですけど、今日からまた再開したいと思います。コメントでは結構あったよ。本当？うん、大丈夫ですかとか、元気ですかみたいな。まあちょっと今日は私たちがどうして動画を上げられなかったのかっていったところと、まあ、最近の状況と今後についていったところをお話ししていきたいなと思ってます。何から話す？ゴーする？ゴーする？あー、それも忘れてたわ。せーの、ゴー。まず上げれなかった理由から。上げれなかった理由から。理由は何ですか？なんで上げれなかったんですか？まあ一言で言えば忙しかったというは言い訳ですね。何がそんな忙しかった？でもなんかこの1年本当いろいろあったよね、うん、どちらかというと土日も仕事してる感じだった、ずっと。あ、仕事本業じゃないし、うん、とこなんですけど、結婚してからいろいろ人生を進めるイベントがいっぱいあってそれに結構時間を取られてたなっていう感じなんですけど、新婚旅行の動画までは上げたかなと思うんですけど。いや、忘れてるかも。忘れてるか。新婚旅行どこ行ってた？新婚旅行はね、うん、去年の夏に、うん、どこ行ったっけ、もう忘れてる自分も。フランスとスウェーデンとノルウェーに行きましたね、うんうんうん。でもその後に韓国も行ったし、マレーシアも行って、実はインドネシアも最近行ってきましたので、もう結構新婚旅行だいぶ前の記憶になっちゃったけど、なんかそれ以上のね、もっとビッグイベントがいっぱいあって、うん、まず韓国で両家顔合わせをしてきました。いよいよだったじゃん、うん、はるかと直接会ったことないからね。そう、私も本当にムクジヨンのご両親と本当に初めてお会いして、そ、入籍した後に、そう、入籍した後で対面の挨拶なく入籍して許可をもらってきました。その後は家を買いました。これは結構一大イベントですね。今後ろも変わってる、はい、皆さんちょっとお気づきかもしれないんですけど、結構いろいろ家探しとかローン問題とか、まあ、結構いろいろ時間をかけていたところもあったので、まあ、そこも割と、はい、大変でしたね。結構大きな投資してもらうし、うん、借金地獄が始まってます。今から返しても俺が引退するまで返せないという。頑張ってね。頑張ってね。頑張ろうねか。家はどれぐらい悩んだ？いや、だいぶ悩んだよね。まあ、実はもともと2年前ぐらいから家探ししてて。そうだね。そうそうそう、まあ、動画も受けたことあるしね、家探しの動画。あ、そっかそっか、うん、で、まあ、本格的にちょっと始めて、もう忘れない、イブの日に契約したもんね。あ、そうだっけ。クリスマスイブだっけ。クリスマスイブに契約した。わざ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 。そう、どう、家は満足してる？いや、もうね、快適、最高っす。最高、うん。一応本当に YouTube 一番始めてた時は、うん、1K だったじゃん。そうそうそう、一人暮らし用の7畳半ぐらいの部屋で1年ぐらい一緒に生活したから、うん、そこから始まって、で、その次に1回引っ越したじゃん。そう、それから 1LDK で45平米ぐらいかな。45平米ぐらい、うん、多分。で、またそこから今の 3LDK、 そうそう、 3L に引っ越した。YouTube に全部登ってるよ、徐々にうちの家が広くなってるのか。確かにね。なんかそういうのもね、これから動画で上げていきたいなと思います。韓国人が日本でローンを借りることはやっぱなかなかこう大変な部分もあって、なんかそんな話もできたらなと思います、うん、今はもう本当に日本と韓国めちゃくちゃ行き来できるから、うん、まあ、結構日本に旅行にいらっしゃったりとか、うん、韓国に旅行に行かれたりとかする方もいらっしゃるかもしれないですけど、顔合わせしたのが秋か、うん、本当に国境が開いた途端に行ったみたいな感じですね、うん、そう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 、ちょうどあの日本でニュースになってたんですけど、国境が開いて大使館に行列ができるみたいな、うんうん、でその時に私たちも行こうって言ってビザを取るために、すごいクリック合戦で何回も何回もやって失敗して、もうダメかもって思ってたら、ビザなしでやっていけるようになって、うん、みたいな
ふうみたいな感じだったのでまたね、そんなね話もねまたできたらと思うんですけど、本当やっとお会いできて、あ本当よかったっていうところですね。どうだった？楽しかった。楽しかった楽しかった思い出あの両家顔合わせが、まあ、もちろん主なイベントだったんですけど、うん、1週間ぐらい行ってたかな、日が長く行って、うん、そうだね、その両家顔合わせは1日ご飯食べて、まあ、私の家族とジオンと一緒に、まあ、ソウルの観光も何日かしたりしてたので、うんうん、本当にもう完璧なガイドが完璧なガイドだった。そう、連れて行って行ってくれて、 そう、それがめちゃめちゃ楽しかったし、ジオンのお父さんも結構いろんなところ連れて行ってくれて、うん、初日で両家で一緒にドライブして北朝鮮との国境地帯、そうだね、そうそうそう、その辺まで一緒に観光したりとか、なかなかエキサイティングな旅でしたね。あとは結婚の、まあ、式場探しもあって、先日式も無事開けてきました。これもね、もう報告なしにも済ませちゃってて、あれなんですけど、式場探しもしてたりして、その後で、まあ、式の準備もと、ところでいろいろ重なったかなと。あ、式は日本であげました。うん、まあ、これもちょっといろいろ考えて、まあ、日本であげたんですけど、まあ、そんな話もまたできたらなとは思ってますと。日本の結婚式のスタイルにしたしね。うん、でもめっちゃ違うから。めっちゃ違うみたいですね。うん、3時間半ぐらいしたよ、結婚式を。普通にさ、あの韓国から来たゲストの方に、長いねって言われた。なんであんなに花嫁さんが何回も登場するんだって言われたって聞いて、そんな感じなんだってめっちゃびっくりした。めっちゃ違うからね。だからそれについても話さないとね。そう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 。これからどんな動画載せるか、うん、みたいなところでいくと、まず去年からですよ。そうですね、去年どういつだっけ、はるかの家族と俺が一緒に旅行行ったのが先だよね。そうそう、去年の9月に初めて私の家族とジオンで旅行に行った。あ、よかったじゃん。じゃあちょっと季節感が合わないかなと思ったら9月に行けるよ。ちょうど1年経ったから、ちょっと途中で合わない部分もあるかもしれないですけど、徐々に合っていきます。そうそう、一切ちょっと老けてる。結構出てるかもよ、今日の動画と次にやける動画が。だいぶ違います。 そんな老けてないわ。あとは韓国に両家顔合わせ行った時の動画がまずあるかなと、うん、それ以降はですね、ちょっとあんまり動画撮ってなくて、まあそこからだよね、だから動画を上げなくなって、そうそうそう、じゃあ撮らなくていいかみたいな感じでちょっと撮ってないんですけど、まあ、撮ってないやつでもちょっとベッドピックアップして、うん、まあ、こういう感じでこう喋るものは喋っていきたいなとは思います。あとはまあそれと、まあ、最近のうちらの状況もお知らせしたいなと思ってます。もう気がついたら入籍して1年以上経ったんですけど、うん、私たちは変わらず順調にやってますのでご安心ください。どうなの1年経って。まあなんかそんな変わらない。変わりました。変わらない。家が変わった。家が変わった。ちょっと私の予想と違ったな。何？愛がもっと増えたって言うと。愛がもっと増えた。愛がもっと増えたよ。ちょっとキャラ設定忘れてじゃない。キャラ設定って設定じゃないから、そういう設定じゃないよ。本当これ本当のまんまを動画に出してる。キャラ設定だとまずいね。だいぶまずいことになる。今後も私たちをよろしくお願いします。もう一回、今後も私たちもよろしくお願いします。でもめっちゃお辞儀が深いからさ、うん、合わせないとき私今回でやってるとさ、字もめっちゃ深いからいいと思って。ちゃんと挨拶しないと。そんな適当にやってるからダメなんだよ。私髪の毛がちょっと長いからさ、うん、つかない程度。こんなマイペースな私たちですが、これからもね、定期的に上げていきたいなと思っているので、今後も私たちをよろしくお願いします。お、深くやったね。じゃあこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、久々なので皆さんコメントも残してくれると嬉しいです。せーの、あんにゃーん。